こんにちは、池田しおりです。みさしきです。今日は2018年に私が買ってみて本当に本当に良かったコスメを3つ紹介しています。新しいコスメをお探しの方ぜひ参考になると思いますので、よかったら見てみてください。それでは動画スタート。第3位はファシオのマスカラです。このマスカラは下まつげにすごくおすすめで、今までどんなマスカラを使ってもこの下ににじんでクマになっちゃったりとかパンダ目になるっていうものが多かったんですけど、これはもう絶対ににじまないし、スルッと綺麗に伸びてくれて、とっても使えるマスカラになります。塗っていきます。結構ブライダルとかノーメイクでも使えて、本当に泣いたりしても絶対に落ちないので本当に使えます。これはロングタイプなのでしっかり伸びも良くてダマにもなりにくいです。実際にモデルさんに目薬を使って検証してもらいます。いっぱい目薬が流れていますが、この通り滲んでおりません。第2位は新しくなった資生堂の口紅です。こちらの521番は色はもちろんなんですけども、質感、発色、色持ち全てをとってもすごく良くて本当に可愛い色です。実際塗ってみます。ポイントとして先に塗る前に保湿をしてあげるとよりいいので先にリップを塗っています。かなり色は濃いめなので少しずつ少しずつ塗って伸ばしてあげるのもポイントです。ここ深みのある今っぽい色の赤です。第1位はクリオのクッションファンデです。こちらのクッションファンデーションはカバー力、ツヤ感、時間が経っても本当に崩れなくて、もう本当最強のツヤ肌を作ってくれると私は思っています。コンシーラーとかハイライトとかもいらないのでかなり時短にもなります。塗っていきます。あまりまたつけすぎると厚塗りになっちゃうので顔の中心につけて伸ばす感じのイメージで、このデコボコのところは本当に薄く薄く伸ばすのが塗るポイントです。このぐらいの小さいニキビ跡とかシミとかも全然カバーしてくれるので、本当これ一つで大丈夫です。はい、2018年もたくさんの方に動画を見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。2019年もためになるメイク動画をたくさん撮っていくので皆さんぜひ見てください。はい、はい、それでは良いお年を。さよなら。